ンです。と、ガコチです。はい、やってまいりました。アシュ、はい、今日はですね、熊本ゴールキーパースクールで考案した新バトルのルール解説動画を撮っていきたいと思います。皆さん多分ショート動画だったりとかそういったのを見てね、気になった選手たくさん多いと思うので、その名も 2×2 ゴールキーパー。拍手。はい、 2×2 ゴールキーパーですよ。実際に平尾コーチもね、体験してみてどうでしたか？いや、もうすごく楽しくて、はい、きつかったです。きつかったですよね、はい、新しい感覚のこうバトルになりますので、それを熊本でですね、今回開催をしていきます。はい、それのルール解説動画を今から撮っていくので、ぜひ最後まで見てほしいなというふうに思います。それではやっていきましょう。あ、すいません。はい、それでは 2×2 ゴールキーパーのまずはピッチサイズから説明をしていきます。この縦幅ですね、まずこの縦幅は、中学生は 16.5 で取っています。はい、で小学生は 12m で取っていきます。そして次ですね、横幅、これはポストから、中学生の場合は 5.5m で、小学生の場合は 4m で、ピッチサイズを作っています。はい、でゴールがですね、はい、ゴールはこのフットサルゴールをちょっと下にした形です。はい、このちょっと低い、高さが低くて、で横はフットサルゴールなので 3m 幅を守っていくような形になります。まず、2人組、はい、を作ってもらって、コートの中には2人2人で、まあ、計4人いるような、状態を作ってもらいます。シュート、はい、シュートは必ずダイレクトになります。シュートは必ずダイレクト、このように2人、はい、この時守備で来るので、ここで、はい、シュートをダイレクトで打ったらゴールイン。でこの時の新谷コーチと平尾コーチは、守備なので、キーパーで手を使えることができます。はい、で手を使えるエリアはここもコート全部で使えることができます。はい、ただしシュートですね、攻撃側のシュートに関してはこのハーフウェイラインを超えてからでしかシュートは打てません。はい、でなおかつ必ずシュートを打った時には2人が半分以上上がっていないとゴールとしては認められません。はい、っていうようなルールになります。攻撃をしている中で多分このボールを、はい、奪ったりしますよね。はい、で奪った場合は次攻守が切り替わるので新谷コーチからになります。で奪ったボールは必ずまず自分の足元に置いてください。はい、これを持って、はい、持って前にドリブルしてはいけません。必ずボールを置くか近くの選手にパスを配球するか、はい、で攻撃がスタートできます。で、ルールに関してはもうサッカーのルールとほとんど変わりはありません。例えばここでボールを、はい、弾きました、はい、これが、ゴールラインよりもこちらに出ました。その場合はコーナーキック必ず。サイドラインを出た場合はここはスローインではなく必ずキックインスタート、キックインスタートからのシュートであれば大丈夫で、2×2 なので、必ず多分こう相手との接触プレーだったりそういったのがあるので、もちろんファールも取ります。はい、でファールになった場合は、同じくサッカールールと一緒でここからのキックインスタート、ポイントからのキックインスタートになります。はい、でゴールが入った場合ですね、はい、ゴールが入りました、ドーン入りました。はい、でゴールが入った場合は必ずキックオフはこのゴール前からスタートになります。ゴールの前からスタート。ゲームの展開としては3ピリオド制でやっていきます。1分半の3ピリオドですね。はい、なので、1ピリオド目が終わったら2ピリオド目は、最後に1ピリオド目で出たところからのスタートになります。今からバトルやっていきたいと思います。頑張るぞ。おい、それではいきます。よーい、ピッ。
今のは反則です。今のは反則です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、平尾コーチ。いや、もうすごくルールも簡単だし、ドリブルをキーパーが手で奪いに来るっていうのが新感覚です。そうですよね。なかなかね、やっぱりこう試合中でキーパーがドリブルしてきたボールをね、こう手伸ばして止めるっていう機会はないですし、はい、新しい感覚のバトルですよね。はい、7月15日に、開催をしていきます。はい、で詳しい、内容は概要欄の方に貼ってありますので、そちらを必ずねチェックしておいてください。で、申し込みに関しては公式 LINE を登録していただいて、申し込みの方をねしてもらえればいいかなと思います。で、当日は小学5、6年生の部12名、こちらの方で3人組を作らせてもらって、で3人組の4グループで、対決をしていきます。これが2人組だと意外とちょっときつくてね、はい、なので3人組で1人休憩しながら、それを3ピリオド制なので1人2試合はすることができます。その形で、試合を開催していきますので、2人組でもちろん申し込んできていただいてもいいですし、あの1人でもね申し込んできてもらっていいので、その中で3人組を作るんで、またあの新しいキーパー仲間とかねできると思いますので、ぜひそちらをね必ずこうチェックしていただいて申し込みしてもらえればいいかなと思います。第1回大会となる 2×2 ゴールキーパー、熊本大会ですね、皆さんのご参加お待ちしております。それでは最後にチャンネル登録といいねをお願いします。